皆さんこんにちは。こんにちは。今回はワンパクボーイエンドガールに向けたあのシリーズの紹介なのだ。人気メニューをワンプレートにした商品よね。ガガガッと食べるペペロンチーノエンドガーリックライスチキンのせ、1人前 420g で498円なのだ。前のもそうだったけど炭水化物の圧力がすごい。仲間が増えて6品出てるんだって。レーズンだもん。ペペロンチーノは辛いみたいだけど大丈夫？普通の商品って念のために書いてある場合があるけど、トップバは割と信用できるんだよね。ちょっと注意していこう。温め方は電子レンジなのは前回と同じ。作ってるところは確か1分だったわよね。そうなのだ。原材料はたくさんあるから細かくて読みにくいのだ。じっくり読みたい視聴者兄貴や姉貴は一時停止や商品ページを参考にしてちょうだいな。商品紹介はこれくらいかしら。もだ。じゃあ中身を出して重さを測ってみよっか。内側が霜っぽくなっちゃってるわね。容器込みで 454g。 電子レンジで 600W 7分で温めてみるのだ。さてさて、ちゃんとあったかくなってるかしら。チェッチェ、温度のチェック中。オッケー。手前のスパゲティが白っぽいわね。買ってきてから冷凍室にしまうまでにちょっと溶けちゃったのかも。少し硬いかもしれないけど、まあ大丈夫でしょう。外袋を開けた時から思ってたんだけど、かなりニンニクの匂いがするね。すごいわね。ではいただきます。はい、どうぞ。すっごくニンニクなのだ。でしょうね。旨味とかは感じず、ニンニクと唐辛子のパンチがすげーのだ。結構辛めだから苦手な人は無理かも。そんなに辛いんだ。常識の範囲内だと思うよ。旨味がないというか、ニンニクで消し飛んでるのかな。一味足りない系だから何かかけた方がいいのだ。次はお肉ね。原材料ではローストチキンなんだけど、あんがかかってるね。なんか不思議な味なのだ。不思議？塩だれに醤油を足したような味なんだけど、だしがコンソメなのかな。食べ慣れない味付けでピンとこないのだ。最後はガーリックライス。パセリのとこを食べてみようかな。一番ニンニクがすげーのだ。ニンニク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 で食べたら匂いが残るの間違いなしなのだ。味はどうなの？ニンニクが強烈でよくわかんないのだ。匂いの主原因はこれみたいね。ご飯は柔らかめだよ。じゃあ星評価に行っちゃいましょうか。星4かな。一言で言えばニンニク料理だね。前の商品より振り切ってるのがいいね。でも合う合わないがはっきり分かれると思うのだ。強烈さががっつり飯って感じがしていいかもしれないわね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。年末に植えたニンニクだけど、今はこんな感じになってるよ。左は枯れちゃったのね。弱い株だったみたい。焼酎の紙パックが一番元気なのだ。草。